デュバル軍はアメリカ合衆国テキサス州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1万1782人であり、2000年の1万3120人から10.2%減少した。軍庁所在地はサンディエゴ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。デュバル軍は1858年に設立され、 軍名はゴリアドの虐殺で殺されたテキサス革命の軍人バー、H ディバルにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1796平方マイルであり、このうち陸地1793平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.17%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。テキサス州南部のヒスパニック系住民が多い軍部と同様にデュバル軍は民主党の固い地盤である。共和党の候補者が大統領選挙で軍を制したのは1904年のセオドアルーズベルトが最後になっている。1972年の大統領選挙で大敗した民主党候補のジョージ・マクガバンは 軍内の85%以上を得票し、国内の軍の中では最高得票率となった。2004年の場合も、マサチューセッツ州選出の上院議員ジョン・ケリーを支持しており、州全体ではジョージ・ W ・ブッシュが対象した。2008年大統領選挙では民主党候補のバラク・オバマが、軍総投票数の74.8%を獲得した。 少なくとも1992年以降の大統領選挙で民主党候補は一貫して70%以上を獲得し続けている。デュバル軍は特に20世紀半ばに政治腐敗で悪名高いところとなり、デュバル公と呼ばれたジョージパーを筆頭とする政治マシーンに操られた。歴史家の JA ベッツ・ヘイリーが1956年の知事選挙に出馬したときは、 もし当選すれば、パーを閉じ込めるという脅しを使った。ヘイリーは予備選挙でとても届かない4位に終わった。一方、当時集権事総長のジョン・ベン・シェパードは、軍や学校の役人約300人を起訴した。ありがとうございます。